何も折れてんねんから、まだまだいけるよな。はい、元気だよな。うん、こっからまだまだ負けても負けても何やるんだ。うん、ヤングライオンやろ。はい、うん、相手がどう誰だろうが、上だろうが下だろうが関係ない。あいつら正しく潰せばいいや。はい、うん、とにかくも死に物食いでやるよ、ほんと。はい、うん、気合が足りんぞ。はい、なあ。はい、よし、まだ次やろうぜ。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、まあ、ヤングライオンね、まだまだ伸びしろいうの、まだまだこれから先、将来っていうのを、見据えたら、もう今なんかまだ始まったばっかりで、スタートしたばっかりですから、彼の将来性もあるし、先をやっぱり見たら、まだまだ伸びてもらわないとこっちが困るしね。あんな裕次郎とかね、ちびっ子にかまってる暇ないっていう、俺らもやっぱり本体としてちゃんとヤングライオンとしてプライド持てって、どんだけ体を締めて練習してね、しっかりここまで来たかって、本当にね、成田には、しっかりあのでの、大物になってほしいですね。まあ、まだまだ伸びる確率はありますから、はい。まあ、自分でもね、このシリーズ久しぶりに参戦ですけどもね、まあ、動き、やっぱり何ヶ月かやってなかったりとか、そういうのも勘という部分ではね、あるけども、やっぱり体に染み付いてる部分があるんで、やっぱり自分のこの体を生かして、どれだけの、最大限の、ね、力を出したいというか、タッグを誰を組もうが、相手が誰で、ね、向かってこようが、俺はもう天内容疑の力を見せるだけなんで、はい、このシリーズをしっかりと、またアピールしたいなと思います。はい、ギャップがすごいよな、ギャップが。前の昔のボーンソルジャーと今のリボーンボーンソルジャー、ギャップがすごすぎてたまんねえよな。いいか、ジュニア、田口でも串田でもヒロムでも武士でもない、本物の天才は石森大治ザ・リボーン・ボーン・ソルジャーまあそういうことだよ。まあするとね、昨日から始まったこの裕次郎・石森組ね、新日本のジュニアもヘビーも関係なく、俺たちが新たな刺激を生み出してやるよ。それとな、ヒロム、ヒロム、ヒロム、もう終わったとか言うなよな。あ、まあこのシリーズは、このシリーズはっていうか、タイトルマッチがね最近多いからさ、大変かもしんないけどさ、俺はお前ともっとやり合いたい。ヒロム、もっと楽しもうぜ。 It's Reborn。 日本語が通じて嬉しいよ、これマジ。